はい、こんばんは。はい、ということで、ちょっと、タイトルコールを、ジングルを入れてみましたけれど、ちょっと変ですよね。まあ、音楽のセンスがない僕にとってみれば、まあ、出来ではないかなと思うんですけれど、本当はね、これに映像をつけて、先ほど、テストをしていたんですけれど、なんかね、映像をつけると、ちょっとメニーカムが反応しなくなったんで、あと音だけにしたんですけれどね。なんかちょっとおかしいですね。というか、パソコンの、CPU 処理能力がもう遅いので、まあ、しょうがないのかなとは思います。はい、2月26日、火曜日。午後10時31分を回りました。4語頻語のある第659回。今夜もどうぞよろしくお願いします。やはりね、ちょっと、オーディオデバイスが悪いのか、ブロードキャスターに切り替えてから僕の声の後の方にブチ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 って音が入ってますんで、すいません。その点ご了承お願いします。今日は、その、ジングルを作ったり、音源を作ったり、あと、なんだ、その音作りの、スマートフォンのアプリの動画を、作ってました。先ほど、YouTube の方に、アップしましたんでね、ご覧いただければ、良いかと思いますが、結構、あれですね、今のスマートフォンのアンドロイドアプリ結構優秀になってきてますね。ずっと以前からね、曲作り、音源作りのアプリを探していたんですが、なかなか思うようなアプリがなかったんですけど、今回、見つけたのは、以前もね、ちょっと使っていた、アンループという名前なつかな？ SNS の機能がついていて、ネット上で、みんなで、曲を作っていけるというアプリがあったんですが、それのちょっと進化系の、アプリで、ポケットバンドってあるんですね。ポケットバンド、ライトとプロってあって、ライトが無料版で、プロが有料版、プロが936円ぐらいするんですけれど、今のところ、無料版の、ポケットバンドライトを使っているんですが、これでもね、結構使えますね。音楽の知識やセンスがない僕にとってみても、まあ、ある程度の曲作りができる。まあ、画面をね、ポン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 ってタップしていけば、できるんで、まあ、面白いなというとこですね。ですんで何本か、ジングルを、作りました。4小節8秒ぐらいなんですけれど、まあそのワンループ、で十分なんですね。で、無料版は曲として、まあ、1分2分を作ろうと思って、それを書き出し保存することができないんですね。ですんで、まあループ、8秒ぐらいのやつをまあ、ジングルとして保存をして使っているんですけれど、ちょっとセンスがないので、ちょっと不協和音のような変な音になってる場合があるんでね、もう少しちょっと、使い込んで、作り込んでみなければいけないのかなというふうに思ってますけれど、結構ね、楽しみながら、音源作りできてるんで、まあいいのかなと。YouTube の方の動画、10分程度にまとめてますんで、ポケットバンドライトの、使い方、わかりやすく説明してると思いますんでね、ご覧ください。ちょっとこれ、すいません。パソコンの声と映像、合ってます？今僕はメニーカムの画面と、ブロードキャスターの画面、見ながら、お話をしているんですけれど、ブロードキャスターの画面は、
先に動いていて、ブラウザーの方からの音声が後から聞こえているんですけれど、うまく声と映像が合ってるのかな。また後で映像確認をしてみたいと思うんですけれど、まあ、これは、インターネットの速度と、ユーストリームのサーバー側の問題なんで、同期することはできないんですけどね。あ、そうか。まあ、できることはできるんですけれど、時間が、20分程度の番組なんで、結構めんどくさいんでね。まあ、そのまんま YouTube の方にアップロードしてますんで、申し訳ございません。今日は、タイトルがね、あれ？これタイトルは出てないんですよね。今日は第500、あ、659回、僕らは、点点点点というタイトルでしたね。はい、僕らはというタイトル、付けた理由があるんですよ。先ほど、ま、YouTube の方で、お仲間になってるというか、まあ、リアルでは、まあ、一度もお会いしてはいないんですけれど、YouTube の動画を通して、まあ、メッセージの交換をしている方がいらっしゃいまして、宮崎県出身のアニメーション作家で、非常にね、素晴らしい作品を発表している方がいらっしゃいます。先ほどもね、昨日かな、昨日、メールが届きまして、新しい作品が、できましたので、どうぞご覧くださいという案内が来ました。その方はね、なんだ、やはり宮崎県出身ということがあるのかどうかわかりませんけれど、神話、神様とかね、そういった、ことを表現、うまくアニメーションで表現をする方で、あ、すごいなぁと、面白いなぁということで、いつもね、作品を、見ているんですが、今回ご紹介があった作品は、神様のいるところ。あれ？ YouTube 消えた。あ、出ましたね。神様のいるところという映像作品。33分20秒前後の作品なんですけれど、すごい、素晴らしいなと思いました。まあ、到底僕には、このような映像作りはできないなと思いながらずっと見ていたんですけれど、33分という長さを感じないような、もう一気にバッと、見たんですけれど、まあ、この、監督、アートミック・エイト・ネオさん、さっきも、ご紹介しましたように、まあ、宮崎県のご出身ということで、今は東京の方でアニメーション作家としてご活躍なんですけれど、あれね、なんだろう、これ僕だけそう思ってるのかどうかわかりませんけれど、宮崎県という場所が、よく言われている神話のふるさとということなんですよね。で、いろんな神話があります。僕はもう子供の頃から、じいちゃん、ばあちゃん、あ、ばあちゃんかな、もうじいちゃんいなかったんで、ばあちゃんからね、いろんな神話の話を聞かされたり、自分なりにもね、平和台公園に行ったり、埴輪を見たりね、いつもばあちゃんと散歩するコースは、そういった神話に関する場所をね、歩いてました。そんで子供の頃から、神話については、何も違和感なくスーッと入っていったんですね。で、いつも思うのはね、僕ら宮崎県で生まれ育った人間というのは、そういった大昔、神話の時代に生きた人々の記憶、まあ、DNA っていうのが、今でも脈々と続いているんだろうなと思うんですよ。高千穂峡なんかに行くと、なんかね、なんかちょっと、変な感じを受けることも結構ありますね。神妙な気持ちというか、何でしょうかね。霊的なものを感じるっていうことありませんか？賽の河原っていうところがあるんですが、僕あそこね、行けないんですよ。怖いっていうか、恐れ多いっていうか、畏敬の念を感じるってありますよね。なんかちょっと、恐れ多くて僕は行けません。と言葉で言うんですけれど、言葉で言えないようなもの、エヴァンゲリオンで言えば、
AT フィールドが貼られているような、目に見えないものがバッと貼られていて、そこには入っていけない、いけないような、感じがあるんですよね。そんで、そういったものを感じるって、特別な人間ではないと思うんだけれど、宮崎県に生まれて、そういった、日頃からね、ありがとう、こんにちは、さようなら、感謝をする言葉とか、相手を重んじる、相手を尊重するような言葉を使ったり、僕の場合はもう、まっすぐ前しか見えないんで、曲がったことが嫌いな人間なんで、なんていうかね、ルールとかをきちんと守らないといけないって部分があるんだけれど、なんかね、僕ら宮崎県で生まれた人間の奥底には、神話の時代の人々の記憶、DNA っていうのが残ってるんだろうなということで、このアートミック、エイトネオさんの作品を見ました。曲もそうなんですけれど、踊りを踊っているアリさんという女性の踊りも、すごかったし、やっぱりね、表現するっていうことの素晴らしさ、それを映像として、みんなに広く紹介をしていくっていうことの重要性、これ改めて感じました。僕は映像作家、記録だけなんでね、そういった、作品作りとか、いろんな、効果を使って、映像作品を作るということは、できませんけれど、せめてその県外にいらっしゃる宮崎県出身者の方のために、なんかそのね、今の宮崎を、伝えていけることができればいいのかなというふうに思っているところではありますけどね。なんか本当、いい作品を、見たなということですね。この方は、アートミック、エイトネオさんはね、他にもね、スサノオ、古事記のヤマタノオロチ、これもね、すごい迫力があった。ナレーターは、このアートミック、エイトネオさん、ご自身がされているんですけれど、これね、小学校なんかで、子供たちに紹介してもいいような、素晴らしい作品だと思いますね。他にもね、結構ね、面白い作品を、作ってらっしゃいますんで、なんかもったいないんですよね。もっと多くの方に見てほしいなという気がしてますし、先ほども言ったように、日本、これ神話の域を出ないかもしれませんけれど、日本という国は、宮崎の高千穂、で始まったということを考えるとね、今福島第一原発事故以降、関東にお住まいの皆さんが九州とか宮崎とか沖縄とかに移住してくることを考えると、僕はもうお帰りなさいと、いう言葉を思い浮かべるんですけれど、本当ね、日本の始まりっていうのが、日向の国、ヒムカの国から始まったんであれば、帰ってきてって、ウェルカムよって、お帰りなさいという気持ちは素直に出てくると思うんですよね。だから、なんだろうな。なんでしょうか。もっとね、宮崎の人っていうのは、自分に自信を持っていいし、このような自然豊かで、神話のふるさと、精神文明というか、精神文化というかね、日本人の心の支えとしてのお話、神話、そういったものが豊かにあるんで、道徳教育を、強化にしていこうというふうにして、今の政権は動いているんですけれど、道徳の強化かということと加えて、こういった古事記、日本書紀の、昔から、続いている、なんていうかね、日本人の心を伝えるようなこと、歴史の勉強じゃなくて、なんでしょうかね、もっと日本人の、心を伝えるようなことをね、教育現場でもやっていく必要があるんではないかなというふうに思います。さっき紹介した、アートミック、エイトネオさんの古事記のスサノオ、ヤマタノオロチの、アニメなんか見ると、なんかすごい勇気というかね、お、すごいな、なるほどっ
なこともね、まあ、考えることがあるんで、なんかそういったね、昔の日本的なものはね、本当もう一回、見直していかなければいけないし、まあ、日本書紀の編纂1300年までのこの8年間、この8年間の間に、またディスカバージャパンって昔70年代に流行りましたけれど、ディスカバージャパンをもう一回やっていく、トヨタの CM でリボーンとありますよね。リボーンではありませんけれど、まあ、この8年間の間にね、もう一回日本を見直そう。日本の良き時代、をもう一回振り返りましょうっていうようなこともね、どん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 やっていってもいいのかなと思うんですよね。古事記、日本書紀って、まあ、大和たけるの命かな。それ以外、あまり知ってる人って少ないと思うんですよね。ニニグノミコトとかね、結構名前が難しい名前が出てくることもあるんだけれど、そういったあたりもちょっとね、一般化、紹介していくと、また日本という国の、なんていうかね、見直すきっかけになっていくんではないのかなというふうに思ったりしております。本当、まあ、僕はセンスがないんでね、ああ、いいなーって、あんな映像ができればいいなーってたら 思ってるだけで、音楽もやっと今日ジングルを、なんとか作ったんですけど、まあ、音も、悪い、なんか、何この音って、耳障りの良くないような ジングルになってるんで、もう一回ちょっと時間をかけてね、作り直してみたいなというふうに思っているところでございます。はい。ということで、やはり、なんというかね、そういった、表現者、表現することって非常に楽しいし、相手の方にね、そういった思いが伝わると、まあ、非常にいいな、嬉しいな、っていうし、そういった映像を見ると、まあ、僕の方もね、見る方もありがとうございますって、いいものを見ましたってなってくるんですよね。そういった、まあ、言って悪いんですけれど、もっとね、多くの方に、メジャーなものじゃなくてもね、もっと多くの方に、良いものは良いということで、どん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 、紹介していくってことも、大事なことかな、というふうに思ってますんで、また後ほど、Facebook の方にね、アートミック、ネオさんの作品、こういうものが、最近、YouTube にアップされてますと、どんどん皆さん見ましょうってなことをね、PR、宣伝を、していきたいと思います。はい、今ね、雨が降ってます。で、昨日とお話ししたんですけれど、今日から、球春、ベースボールゲームということで、まあ、いわゆる練習試合なんですけれど、オープンセンター別個の、練習試合を、見せますということで、一応入場無料でね、始まったんですけれど、あいにく、今日2試合お昼から、予定されていたんですが、雨のため、中止になりました。まあ雨はね、もう明日上がるということで、明日はなんとか、2試合が行われるのかなというふうに思うんですが、26、27、28の3日間しかないんですね。だから本当、雨が降らずにきちっと行われると、またキャンプ効果っていうのもあるのかな。東北楽天なんかの試合は公式戦でも あまり見ることがないんで、あと千葉ロッテ。千葉ロッテと東北楽天。この試合はね、ちょっと、今のうちに、見ておきたいなと思っておりますが、まあ、天気次第、明日はちょっとね、雨が降らないようにというふうにお祈りを、したいと思います。はい。ということで、ちょっとね、時間差で声が届いているんで いつ終わろうかなと、終わるタイミングが取れない状況ではあるんですけれど、やはりね、なんかちょっと昔のユーストリームプロデューサーの方が使い勝手が良いかなと思うんですけれど、まあ、これはしょうがないですね。はい、ということで、今夜の4号頻号な夜、この付近で、終わりにしたいと思います。まあ、いろんなね、作品、このように数多くありますんで、良いものは良いということで、
どん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 、PR をお伝えをしていきたいと思います。それじゃ、四五品五な夜、第659回、この付近で、終わります。また明日もね、同じ時間帯に放送しますんで、お時間がございましたら、明日もどうぞご覧ください。それじゃ、失礼します。